薬太郎さん。百年の恋が冷めるとき、師匠の悪口を聞いたとき。何を言ってんの。この間笑って拍手したっていうじゃない。本当ね、円楽さんね、うん、さっきなんか円楽さんの楽屋でさ、うんうん、靴蹴飛ばしてったよ。あ、そう。どうもこの頃靴に傷がついてると思った。違いますよ、水入れただけです。おい。どうもね、なんだか水っぽいんだよ。私絶対にあなたと一緒に司会者のうちなんか行かないわよ。何をそんなに膨れてんだよ。なんだってあんなやつにペコペコしなきゃなんないんだって隣の人も言ってた。おい。言ってる、楽さんは言ってる。私はね、歌さんがそれ言ったって平気だよ、うん、だけど隣が言ったってのは言うじゃないね。山田君、楽太郎さんの全部持っていく。ほら。いい結構だよ。3回も言ったんだろ。あ、3回も言った。ああ、か。